さてそこの奥さん、こちらの商品ご存知ですか？どうも皆さん、おこんにちばんは、まことです。はい、ですね、本日はですね、ある商品を使って、まあ、特に奥様方はすごく喜ぶんじゃないかなと、強い味方だと思います。そちらをご紹介していきたいと思います。カビホワイト、カビがねえげつないんですわ。なんでそんな出来上がるのっていうぐらいね、カビのね大群がね、わーって壁のところ、まあ、お風呂場もそうですし、洗面台とかね、他まあもろもろトイレのところとかたくさんあるんですけど、そこをちょっとこのねカビホワイトさんで綺麗さっぱりなくしていきたいなと思います。そちらを動画にしていくんで、皆さんぜひ目に焼き付けてください。それではね、まず最初は洗面台のところ、この裏がねひどいんですよね。いでよカビたち、うわやば、いやー色がえげつないですね。さあ早速使っていきたいと思います。まずは頑固なカビの場合は一度噴霧して15分くらい放置。どうだろうな、これが頑固なのかちょっと分かんないんですけど、とりあえず一旦やってみましょう。一旦これでやってみたいと思います。全体的にね、匂いはやっぱ塩素だわ。塩素系って書いてありますね。プールの匂いみたいな。うん、すごい。換気した方がいいね、これね。よし。すごい。まだ1分も経ってない。ちょうど1分ぐらいかな？わかんないけど。めっちゃ綺麗になりましたよ。まだ何も拭いたりとかしてないです。このスプレーを全体的にやっただけで、ティッシュで拭いてみます。すごいですね。こんなに早いと思わなかったんで、ちょっとトイレでもねやってみたいと思います。やってみます。どうかな。これで落ちてきてるはずですね。うん、かなり落ちてる。どうでしょう。いや、この子すごかったですね。即効性がすごかったです。まあ匂いがね、今換気扇をガンガン今つけてるんですけど、もう匂いすごい充満して、まあプールの匂い
家の中はプールの匂いな感じになってるんですけど、いやそれだけ効いてるってことで大満足です。あとはお子様のね近くに置かないでください。結構さっき拭いてる時も目が痛かったです。やっぱ塩素でこうやられてるんでしょうね。まあでも乾燥したら人畜無害なので全然そこは安心してください。なので、ね、比較的使いやすいと思うのでぜひ買ってみてください。そして使用してこの快感をね一瞬で消えたんで本当に、まあ動画を見ていただけたらそれでわかると思うんですけども、あの一瞬の出来事はねもうなんか何ヶ月間何年も全然掃除してないカビも一瞬で取れると思うので、それだけねこの商品がすごいということだと思うので、ね、こちらの商品はですね総合通販サイトワウマで1780円プラス送料で買いました。その他ですね商品の情報に関してはこちらの説明欄にありますのでぜひご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。皆様の家庭がきれいになりますように。 Have a good time.